A のですね、東部アウディウカの攻勢の件なんですが、ロシア軍のね、攻勢ね、まだ続いているようです。CNN がですね、次のように伝えていますので、皆さんと共有したいと思います。ロシア、ウクライナ東部アウディウカを攻撃、激しい絶え間ない戦闘ということで、ロシア軍がウクライナ東部の都市アウディウカに大規模攻撃を仕掛け、現地の戦闘が激しさを増していることが分かった。ただ、今のところロシア軍は大きな前進を遂げてない。むしろ大きくやられているみたいです。この後いろいろエビデンス出しますけどね。この記事によるとですね、アウディウカ市のですね、軍政トップビタリー・バラシュ氏はですね、13日ウクライナ国営テレビの取材に対して、4日にわたって戦闘が続いている、激しい戦いが本当に絶え間なく続いている、消火器による戦闘と砲撃戦の両方が行われていると述べたということです。バラシュ氏によるとですね、ロシアはウクライナの戦闘員を包囲するため使用可能なあらゆるものを発射している。残念なことに彼らは前線の集落だけでなく遠く離れた後方の集落も攻撃している。ロシア軍は正面攻撃ではなく市の南と北から側面攻撃に集中している。こうした形で包囲計画の実行を試みているということでですね、かなり本格的なね、攻勢をかけてはいるんですけど、ただですね、私ね、いつも監修してもらってるプロの専門家に聞いたところですね、いや、これね、本来だったら南守んなきゃいけない戦力なんですよ。で、それ持ってきてね、かなりまた無謀な政治宣伝目的の突撃だと思うんですけど、これをかけてめっちゃ消耗してるんで、南やべえんじゃねえか、ぶっちゃけと、いうふうに言ってました。さらにですね、専門家によるとですね、これ ISW のツイートを引用してるんですけれども、どうもですね、ロシア軍がこのアウディウカの戦況についてですね、情報統制をしているらしいと。これ昨日の動画でも言いましたけどね、ゴーゴンゾとかライバーがね、なんかちょっとおかしいんじゃないかみたいな、渡辺さんも突っ込んでましたけれども、ISW のこのツイートによるとですね、ロシア軍司令部はロシアの情報空間におけるアウディウカ周辺の攻撃作戦に関する議論を制限しているようだ。これはおそらくこれまでの情報ショックに適応し、これからの作戦を中心に浮上するあらゆる言説を制御しようとする狙いであると、いうふうにしています。さらにですね、これに続けてですね、クレムリンはおそらくアウディウカを中心としたロシア軍の攻撃作戦とウクライナでの作戦上の主導権を握るロシア軍として、その他の局地的な取り組みを組み立てようとしている。これはポイントですよね。さもロシアが主導権を握ってるかのような、情報統制、これがどうも行われているのではないかと、いうふうにですね、言っております。この無謀な前進、なんでやってるのかと、いうことですね。どれぐらい無謀かというとね、これもね、私を監修してくれてるですね、プロの、専門家がですね、ユークレイニワールドっていうふうに呼んだらいいかな、というですね、オリックスみたいな、毎日ね、どれぐらいロシア軍から損失が出てるんだと、いうのをですね、出してるのがあるんですよ。それによるとですね、10月13日、1日だけでですね、ロシア軍、1030人の方が、死傷していると。で、この1000人超える死傷者が1日で出るというのは、もうこれかなり激しいやられ方で、これおそらくですね、南部のね、例のほら、スロビキンラインね、スロビキンラインの、1列目の手前でウクライナ軍を迎え撃ってボコボコにされてましたよね。あれと同じような、かなり無謀な前進をしていると。で、私これなんでやってるんですかというふうに専門家に聞いたところですね、おそらく政治的な要請だろうと、要はそのロシア軍負けてないと、いう宣伝をしたいがためにですね、戦力燃やしながらですね、前線をキープしていると、包囲してるっていう、幻想を作りたいのかどうかよくわからないんですけれども、非常にこれはロシアのですね、現場の兵隊にとってはですね、厳しいなということです。それからですね、ウクライナ軍は相変わらずですね、ロシア軍のね、補給する車列とかを狙っているんですけれども、やっぱりウクライナ軍南下してきてるんでね、南部戦線なんか特にね、そうするともロシア軍もう補給路耐えられないので、今新しいですね、ロジスティクスのね、ラインね、補給路をですね、海岸に近い方にですね、作っていると、いうようなですね、そういう情報も入ってきております。ということで、相変わらずですね、ロシア軍が、ウクライナ軍にガツガツ攻められながらですね、非常に大変な状況になっていると、いうことです。で、これに関連してですね、ちょっと他のね、情報もね、ちょっと共有したいんですけれども、まずね、ネット上のオシントアカウントのテンダーさんね、これおそらくドイツの方だと思うんですけど、まずフォローしてるんですけど、なかなかまたいい分析を出されているので、これちょっと皆さんが共有したいんですけど、アウディウカ周辺でロシアは、4日間攻撃していると。私が目にしているのはロシア軍の車両が爆破される様子を映した一連のビデオに過ぎない。この戦場はロシア軍のもう一つのブフレダルだというふうに言ってます。ブフレダルってのは皆さん覚えてるかどうかわかんないですけど、バフムトのね、大攻勢やってる時にロシア軍がそのさらに南のブフレダルってところでまたこれ無謀な突撃しまして、もうほぼ全滅したんですよ。フルボッコになったんですよ。これもう本当になんか歴史に残るような陸戦だったんじゃないかと、言われてるんです。後日これは検証されると思うんですけどね、後世ね。もう一つのブフレダルみたいなことが今このアウディーカで起こっていると言ってます。で、さらにですね、テンダーさんこう言います。しかし私は、それがまだ終わったとは思っておらず、彼らは今後も底なしの穴に資源を投入するとは、
思うと。これは賢明な戦争とは思えないと。これだけ破壊された、ロシアのリソースというのは1944年のバルジの戦いに匹敵すると。それぐらいまあ無駄な浪費になっていると。ロシアでは現在ですね、遺体袋が不足しているということで、まあこれはロシアも認めていることらしいんですよね。ロシア軍は、ね、まあ現代戦はや機動戦には全く無能であることが改めてまあ証明されたと、いうことで、確かにですね、アウディーカも最初の3日ぐらいね、もうガシガシ来たらしいんですけど、4日目ぐらいかなんかもう戦車がなくなってきたみたいでですね、なんかこう歩兵でもとにかく、だからさっきの ISW の、とか、それからあの CNN でね、あのインタビューされてた、まあ、現地の方の意見ですけど、持ってるもの、使用可能なあらゆるものを発射しているというのは、おそらくまあそういうことかなと。まあ、対戦車砲でも対空ミサイルでも何でもね、こう地上目標やるのにも全部投げてるのではないかと、いうことです。でちょっとさっきの、ね、CNN の記事に戻りますけど、こんなふうにも書いてありますよ。 SNS 上定評のあるオープンソース情報関係のアカウントに公開された映像には、ロシア軍の複数車両がウクライナ軍から火砲や、ジャベリンね、この肩打ち式のミサイルね、ジャベリン、ドローンを、使用した攻撃を受ける様子が映っていると。これまさにあのテンダーさんがおっしゃったね、ロシア軍が撃破される映像ばっか私は見てますということね。 CNN はこうした動画の真偽や内容について独自に検証はできなかったと。ただウクライナ当局者はこれまでロシア軍の攻勢を跳ね返しており、多数の車両を破壊したとしていると、いうことです。先ほどのですね、バラシュ氏ね、軍政 のトップの方ですね、曰くですね、非常に困難で緊迫した戦況だが、ウクライナ軍は4日間にわたって断固として戦場を堅持している、彼らが応えるものと確信していると、いうふうに述べたそうです。ウクライナのゼレンスキー大統領もロシア軍を食い止めていると、いうふうにまあ称賛していてですね、テレグラムにね、こんな投稿したと。アウディーカ、我々は持ちこたえている、ウクライナの勇気と団結がこの戦争の終わり方を決めるだろう、我々は全員この点を覚えておく必要があると、いうふうに表明したそうです。この辺に関してですね、渡辺さんもですね、先ほどのあの ISW ね、別のまあ投稿を引用してですね、こういうふうにあの言ってます。ロシア軍司令部はアウディーカの攻撃に関する議論をロシアの情報空間で制限しているっていうね、さっきのやつね、これまあ事実だろうと。この戦争の主導権を握っているのは、ウクライナ軍でありロシア軍ではないと、いうふうにですね、まあ、渡辺陸将も、まあ、意味軸もまあおっしゃっていると、いうことでございます。同じですね、渡辺陸将からですね、こんな、まあ、情報も入ってきました。これまたツイッターで出てる公開情報ですけれども、前にですね、このチャンネルで渡辺さん出てもらった時にね、 GLSDB というね、まあその、ハイマースから発射できる射程150キロの GPS 誘導ロケットの話ってやってましたよね。あれがついにですね、提供されるようになったということなんですね。渡辺さんのツイートちょっとそのまま、読みますけれども、待望の GLSDB がやっとウクライナ軍に提供されると。ハイマースから発射できる、射程距離150キロ GPS 誘導のロケットだと。このまあ記事がその下にですね引用されてまして、アンディ、シナイダーさんという方ですね、この人の記事が引用されていて、ボーイングサーブ社は GLSDB の最初のバッジをウクライナへ輸送しているということですね。 GLSDB は、GPS 誘導を備えた、MLRS、ハイマース用のロケットですと。射程距離は150キロということで、まあ、今までハイマースね、射程ね、70キロだか80キロっていうのをやってたんで、まあ、ほぼこれが倍になると。エイタクムスはこれ300キロなんですけどね。ドイツのタウルスは500キロでしたっけ？しかもタウルスはブリッジキラーですからね。これも、まあ、来たらすごいんですけど、まあ、とりあえずそのエイタクムス来る前にですね、まあ、その1個手前の、ね、まあ、射程150キロのこのまあ、ハイマースから発射できる GPS 誘導ロケットが来たと。いうことで、これウクライナ軍にとっては非常にあの大きな力になるんじゃないかなと。ウクライナの攻撃っていうのはね、これもあの何回も言ってますけど、一貫してまして、基本的にロシア軍のですね、持ってる力をね、弱めるために武器ね、弾薬などのね、貯蔵施設ね、それから司令部ね、さらに兵士の集結場所とか、それからその、補給路ね、補給路のこういう、まあ、その、車列とかね、場合によっては、列車そのものとか、列車そのものもそうね、一回破壊したことありますよね。クリミア大橋でね、ドカーンってやって、あの、列車が火災を起こしたってこともありましたけど、そういうものをまあ、狙ってるんですよね。基本的には、その、まあ、軍事目標を中心に、しかもですね、まあ、その、ロジスティックスをね、壊すと。本当は戦えなくするっていうやり方ね。戦闘部隊もとまあ戦うんですけれども、その後ろにいるですね、兵団を徹底的に叩くっていう戦略をやってるわけですよ。で、それがね、射程150キロ、まあ倍に伸びたらですね、まあそれはより多くのターゲットがね、攻撃できるわけで。で、当然そのターゲティングにはですね、NATO とかね、情報協力を、まあ、してるわけですね。まあ、特にアメリカですけどね、アメリカ、イギリスが情報面でも協力しているということですので、まあ、ウクライナ軍は大きな力を得たのではないかなと